アメリカ合衆国をハイオ州に軍の一つである。2000年現在の人口は4万985人、軍庁所在地はポートクリントンである。オタワ軍は一軍のみでポートクリントン小都市圏を構成している。より広域的にはトレドポートクリントン広域都市圏の一部にあたる。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍の総面積は1515 15。 平方キロメートルである。このうち660平方キロメートルが陸地、855平方キロメートルが水地域であり、総面積の56.44%が水地域である。2000年現在の国勢調査で、この軍の人口は4万985人、1万6474世帯、及び1万1729家族が暮らしている。 人口密度は62人平方キロメートルである。39件、平方キロメートルの密度に25,532世帯の住宅が建っている。この軍の人種的な構成は白人96.56%アフリカンアメリカン0.65%先住民0.21%アジア0.23%太平洋諸島系0.05% その他の人種1.44%及び根結0.87%人口の3.75%はヒスパニックまたはラテン系である16,474世帯のうち29.10%は18歳未満の子供と同居しており58.90%は夫婦で一緒に生活をしている8.50%は夫のいない女性が 世帯種であり、28.80%は、独身である。全世帯の25.00%は一人暮らしであり、11.20%が65歳以上である。平均世帯人数は2.45人であり、平均家族人数は2.92人である。この群の住民は23.30%が18歳未満の、未成年。 18歳以上24歳以下は 6.70%25 歳以上44歳以下 26.80%45 歳以上64歳以下が 26.80%65 歳以上が16.40%である中央値年齢は41歳である女性100人あたりに対しての男性の人数比は97.50人である 18歳以上の女性100人あたりに対しての男性の人数比は94.70人である。この軍の一世帯ごとの平均的な収入は44,224ドルであり、家族ごとの平均的な収入は51,919ドルである。男性39,823ドルに対して女性は24,727ドルの平均的な収入である。 一人当たりの収入は2万1973ドルである。人口の約4.20%及び、家族の5.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の7.40%と65歳以上の5.40%は貧困線以下の生活を送っている。詳細は、 オハイオ軍政府を参照オーター軍のコミュニティを呼び、軍区と志村軍区その他のコミュニティ、ありがとうございます。